はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はマサボーさんに訪れておりまして、行う企画ですね。マサボーさんね、ここはお寿司屋さんなので、改めて皆様に知っていただきたい、このね、大将のマスさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この方はもちろん見た目通りですね、しっかりと寿司職人ということで、本日は大食いと寿司職人、ガチで作ってガチで食べたらどっちが早いのか勝負ということでですね、ちょっと、改めてルール説明させていただきますと、お互い持ち時間が10分、マスさんが先に握り始めて、僕が3分後に、食べ始めます。で、終了の時間もマスさんが3分先に終わって、後ほど3分後に僕が終わるという形なんですけれども、まあ、お互いね、どれだけ食べるか、そして残りがどれだけあるかっていうのが分からない状況なので、全力で作って全力で食べるしかない、お互いがね、手を抜けないガチ勝負となっております。よろしくお願いします。こんなね、緊張しているマスさんを見るのは僕も初めてなんですけれども、まあ、いろいろね、大食いの方がこの寿司勝負やっております。若干ね、人によってルールが異なる部分はあるんですけれども、僕の今回の動画に関してはお互いですね、手の抜けないように、こういった時間制限で勝負させていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ、これあんまりオープニングやりだすとマスさんのペースが崩れるので、やりましょうか。はい、早速やっちゃいましょうか。はい、はい。で、しっかりとね、今回はこの僕の食べるピンのカメラもありつつ、そちらのね、マサさんの、握る姿がしっかりと拝める、素敵なね、ショットも、ね、用意してますので、 YouTube 界で初めてマサさんのかっこいい姿が撮れると思います。3秒前、はい、3、2、1、スタート。うわちょっと撮っちゃおう、マスさんを。めちゃくちゃ早いぞこれ。待って待って、今15秒でしょ。いやいや、まだペース来てないですか。全然緊張してて今手元がおぼつかない。おぼつかない、だってラスカルさん相手ですよ。でも、もうこっからどんどん上がっていく予定ですもんね。はい、スピードは全然上がっていきますよ。ちょっと待って、そうか、一皿5貫だけど、今もう40秒で、はいはいはい、だいたい10貫か。何貫いくのこれ、やばいな。目標は150貫ぐらいを。目標150貫、はい、やばいな。ちなみになんですけれども、皆様に勘違いされないようにちょっとご説明といいますか、こちらのね、マサボーさんのネタ見ていただくと分かる通り、いわゆる通常の、世間にあるような回転寿司チェーン店さんのネタと比べると、約ね、シャリもネタも倍サイズになっております。1貫でおおよそ1皿分ぐらいの量なので、僕がね、どんだけ食ったら何キロになるのか全然分かんないんですけど、うわっ、ベル早くなってる。顔見て煽る余裕が出てきてる。いや、ちょっと待って、前半と比べるとだいぶ速度上がってますけど、別人じゃないですか。そんなことないですよ、まだこれからです。これから上がってくるんですか。はい、じゃあもう、あと僕が食べ始めまで残りちょうど1分ですけれども、はい、今現状25貫もできてんの。やばいやばいやばい、こっちもやばいやばいやばい。じゃあ、ちょっと手前にいただきますね。やばいやばいやばい、これやばいぞ。じゃあ、ちょっと食べ終わったお皿はこちらに重ねさせていただきますので、3、2、1といただきます。うわ、はい、はい、バキュン。1秒間で飲み込んでる。
うわぁ、終了まで10秒前、5、4、3、2、1、終了。
勝てると思えなかった。うわすげえ。うわうということでですね、本日の、職人 VS 大食い寿司対決結果はですね、職人の10貫差で勝つということでありがとうございます。ありがとうございます。改めてごちそうさまでした。よかった。今日ね、正直ですね、この対決するにあたってやっぱり職人さんが作る速度に対して、まあ、絶対に負けないとマスさんはずっとおっしゃっておりました、はい、食べれる方が勝つわけがないと、はい、まあ、それぐらいね、本当にちょっと見てもらうと分かる通り握りの速度が半端じゃなく速いんですけれども、なんとかね、ちょっとここまで食らいつくことが僕もできました。途中多分ね、手元にあったネタが足んなくなって、こっからね、追加でネタを出すぐらい、マサさん自身も多分スピードが上がったし、それ以上に多分マサさんが予想したよりも僕が食べたんだと思うんですけど、いや絶対もう途中で負けると思った。なんて速さなんだろうって。正直言ってこの2つは用意してなかったでしょ。手元がもうなかなかもうその前に勝負がつくと思ってたんで、お互いもう大丈夫だろうというような感じで、こう息つく間もなく本気でね、やれたすごく素敵な勝負だったと思います。僕ももしかしたら日によってはね、調子によっては勝てるかもしれないし、ちょっとこのマッサに追いつけるように僕も努力しようと思いますので、このね、大食い YouTuber さん、ぜひこのマサさんに寿司握り対決挑んでみてください。そういったですね、他の大食い YouTuber さんの動画もね、今後も楽しみにしていただきつつ、もちろん今ね、この残った寿司もゆっくりと美味しくいただきますので、皆様もですね、この YouTube に上がっている丼物や他定食等のみではなく、しっかりとね、こういったマサさんが握ってくださった絶品のお寿司も食べに来てみてください。マサさんから何かありますか今日は。いや本当に今日は光栄でした。ありがとうございます。ありがとうございます。勉強させていただきました。負けると思ってました。いやいやいや、やっぱさすがです。いやびっくりしました。また一つよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ということでですね、本日はこんな感じで対決を終了させていただきたいと思いますが、このマサボーさんの方でもですね、お客様により楽しんでいただけるよう、お店を知っていただけるようにですね、ご自身でも YouTube チャンネルを始めておりますので、そちらもですね、合わせて概要欄の方に貼っておきますのでチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。いやありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。